おはようございます。2019年2月9日の伊勢神宮ですね。で、皆さんがこう参拝される一番主目的みたいなところですけれども、今年はちょっとインフルエンザがA 型が2種類あるらしくて、1つの A 型がかかっても2つ目かかる可能性があると。あと B 型と、あと腸炎ですね。私もちょっと去年かかったんですけど、風邪も流行ってるんで、寒い時期は気をつけて、でもしちょっとこうあれであれば、マスクないんであればこういうやつですね、ノドルスプレーみたいなやつ、殺菌性のやつとか携帯していただいて、これぐらいだったら多分コンビニで売ってると思うので、あとマスクもコンビニで売ってると思いますし、そういう予防的なこと、あと手袋をできればした方がいいですね。で、予防するのと、あと人をちょっとこう離れてかからないようにですね、あと咳き込んでる人いたらもう少し離れるようにしたらいいんじゃないかと思います。今年は新元号になるということで、なんていうやつになるかちょっと私もわからないんですけど、そういうような時期ということで、あるので、ですね、今ちょっと朝の何かが始まりまして多くの人が神職の方が来てるみたいなので邪魔にならないようにしております。こちら側がですね、神宮が行われると向こう側なんですけど、なんか朝の4日から始まったかしら。じゃあ一緒に参拝しに行きますかね。